手に言ってたみたいです。この資料によると、ラッパーのハーバード大学の卒業式でスピーチすると、ラッパーのリルパンプが、勝手に言ってたみたいな。オファーされたわけではなく、俺はするつると宣言してる。リルパンプってこれね、ジュケンジュケンで大ヒットした、まあ若いですよね。若い。まあ、あの10代の頃にこの曲出しても大ヒットしてますから。結構みんなにも派手な、ね。そうそう、派手な感じのラッパー。なんかどうやら、みんな俺と同じ卒業式の帽子とガウンを着ろ。みんなに授業ができて嬉しいよ。みんなが未来だ。俺のスピーチの内容は一言、エスケリえなんて僕は言ってたんですって。だからこうね、オフィシャルからはちょっと NG が来ました。エスケリってな、これまあ、リルパンプのまあ曲名でもあるし、結構あのリルパンプ語というか、ね、まあ、よく言うんですよ ね、スラングで言うんですけど、ね、それ一言言おうとしてね、スケリって言おうとしてた、うん、そうなんだ。からオフィシャルはからは NG がです、ごめんなさいって言ってエスケリってごめんなさい。なんか前段があるみたいで、はいはいはい、なんか結構前に、うん、前ですよ、リルパンプが、うん、俺はハーバード大学に入学したんだってこういう主張してるらしいんですね。え？そんなわけないらしいんですけど。いや、そんなわけない。いや、だって、俺もそこまでね、詳しくその歌詞とか調べてるわけじゃないですけど、うん、こいつこの、グチギャングって曲、うん、ほとんどグチギャング、グチギャングしか言ってないんですよ、うん。そんな語彙の質少ないラッパーが、ハーバード大学に。ハーバードってもうちょっと語彙必要だよね。世界ベスト3に入るそうね。その世界ベスト3に入る、大学入ろうって言ってるラッパーが、グチギャング、グチギャングと言ってる曲で入れるわけない。急ラジオ。あ、続いて、はいはいはい、ラジオネームウニ、うん、2日連続でケントヒ食えたエスケリー何やそれ、ね、エスケリーのコーナーにメールが届いてますからね。エスケリーのコーナーなんかやってない。ありがとうラジオネームウニやってない。しかも多分あの記憶が確かになんかスケリーみたいなそんな感じだよ。そのメキティーンになってたミキティーンやからそれ。エスケリーはメキティーンやからあのめっちゃムキムキで体ヌルヌルしてエスケリー違う。マジでリルパンプのスケリみたいな、もうそんな感じだったと思う。リルパンプの嫁、エスケリじゃない。いやいや、エスケリっていう、アイドルの子じゃないんよ。違ったっけ？違うんですよ。なんかテンション上がった時の言葉なのかな、エスケリー。スケリーって、まあ、スラングだからね。だってケンタッキー2日連続でね。いやもう嬉しいよね。うん、嬉しい。続いてラジオネーム、七転びヤモリ。うん。今日、鳩の糞を背中に受けました。あ、疲れーそっちもな。なんそのテンション上がった時もやし、テンション下がった時もエスケリーなんよ。あ、いやもうあるスラングじゃん。スラングってニュアンス、はいはい、イルとかもさ、本当は良くない意味だけど、こうポジティブな用法で使ってるじゃん。まあまあ、ドープもそうだよ。そうやね、ドープもそうか。バイブスもさ、いろんな使い方があるじゃん。まあ、そもそもがその日本語ね、やばいってもね、そうやばいのも本当に窮地に落ちた時はやばいだけど、本当に最高な時ももうやばいやばいか。いや、エスケリー、ほんと、ベタなスラングですよ。いやいやいや続いてラジオネーム、デタラメ人事、うん。エスケリーに代わる R さんの言葉ですが、はい、カスメーシーはどうですか。いやいや、なんでな、先輩のグループの名前を言わない、大きい声で。ケツメイシー意味が分からへんから。めちゃくちゃ好きじゃん、ケツメイシー。いや、めちゃめちゃ好きよ。めちゃめちゃ、うん、いや、気持ち高ぶったらケツメイシーって言っちゃわないのかな。言わへんわ。ケツメイシーって。でも、語感は近いですからね。で、なんで、俺が東大行って、うん、あ、そうか、卒業やからさ。うん、で、俺がバーって行って、うんうん、一言だけ、うん、ケツメイシーって。てててん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 、桜舞い散る。卒業式っぽくなるわ、ね。あ、いいね。それで、それでこう、エミチーを登場させればいいんでしょ。でも、その、エミチーもケツメイシーも言ってるけど、ケツメイシーじゃないしな、俺。クリーピーナッツやしな。ああ。その、ああ、全然関係ないから。まあ、膝を打ちますね、さすがに。膝を打って。全然関係ない。なんで グループの名前言うのか。ストイパンダ。はい。メス、汗、メス、吸引、汗、メス、エスカレーなんやねん。え、メス、汗、吸引、治療、手術中ですかね。先生ですか、うん、医療中ですか。メス、メス、メス、汗、汗、メス、吸引、汗、メス、アスカレもう、医療ミスしてるか、それは。完全に、その、大声、もう、ミスって、切ったあかんとこ切って、アスカレーピーそんな場合じゃえげつない。そんなもん。えげつない、ね。完全に思考がフリーズしてしまって、うん、SKT だから。確かに。まあ、SKT ね。SKT、あ、続いて、うん、ラジオネーム、マクロース。うん。
よし、あと5秒で新年になるぞ。楽しみだな。 GO!これはあかん。これはあかんよ。おもんなすぎるやろ。こんなもん、一発、それこそ一発目で出てきて削らなあかん場所。なんや、新年になるよ。あったしな、似たようなやつ。落時計買ったよ。そう、ね、ようさんに。もう、違う、あれ下回ってるよね。あれを余裕で下回ってこのさ、それ後に出すか。これはつまらない。これはお前。旗時計のがまだ面白い。それだい、一個ひねっても旗時計。だってさ、よし、あと5秒で新年になるぞってもうわかるじゃん。もうわかるね。なんだもうつまらないって、俺もよく最後まで読めた。いや、ほんまよ。ほんまよ。あの、読み上げてんの俺らなんですよ。そうなんですよ。ちょっと、勘弁して。ちょっと、SKD のコーナー、あと募集しないし。でも今日限りで終わりやし、SKD のコーナー。せめて、面白おたまに。ラジオネーム、七転びヤモリ。やばい、あと5秒で、次元爆弾が、爆発するぞ。もう俺は、助からないのか。5、4、3、2、エッチ。アスカーあー、死ぬほどもんな。その、松田さんも、よう、ご、よん。あの、BPM で言って心臓止まらんかったな、あれで。あ、ほら、咳込んでるから。ダメージでかいんよ、これ、言う方も。やめたってくれよ、ほんと。もうあの、体力消費は海洋家の日じゃないけど。死ぬぜ、俺。俺このまま続けたら死ぬぞ、松田が。死ぬぞ、本番中に。はい。ラジオネーム人狼、うん、SKD もう送りません。本当にすみませんでした。読んだ後の負担は全て2人が背負うという意識がちょっとこちらに抜けていました。そうそうそう、以後気をつけたいと思います、うん、と見せかけたゴーゴーソーミーエッチャーエッカーレーカウントダウン、カウントダウンマジ腹立つな。もう、ほらほらもう、あ、水飲んで、一回水飲んで。お前らわかるか、松永さんは一番自分の嫌いなそのノリノリの大学生を宿して言ってくれた。あ、ゴーゴーの前に青つけてくれたぞ。あ、ゴーゴーやめてくれ。ほら、どうしたいね俺ら、ほんまに。もう俺今日死ぬのか。いや、死ぬよ、もうあの、カウントダウンいる今の。いる、だってそれね、と見せかけてでよかったよ、なんかわざわざ。と見せかけて SKD でいいね、それでいいのに、わざわざ、あの地獄の5秒を。なぁ。あ、でも俺、地獄の時間で俺、ファイブカウントしないといけないの。マジやばいよ。最悪やな。しかも俺結構前いたからね。そう。ガーあ、ゴー死に向かってな、歩いていくから、ゆっくり。ほんとに。もうやめてくれ。きつい、これは。もうやめてね。うん。匿名から来ましたよ。うん、あ押したらエスケリーってなるボタンだ。押すぞポッチエスケリー一番ひどい。いっちゃひどい。もう言って。でもなんだ、もうまだカウントダウンの方がよかった。まだ。押すぞ。押すぞのとこ一番きつい。押すぞ。ポチ。しかも匿名だからひどいね。最悪。なんかつまらねえメールを送ったっていう責任をさ。ああ、もう最低。正気ないんだよ。ひどくない？もうこれはもう。匿名って一番ひどいからね。発言に責任も伴わないね。SKD なんてね。この SKD のうち、全くその裏切りがないんよ、うん、裏切りゼロのネタ、うん、なんそれ、その全くこっちの予想を下回ってくるし、ああそうそれそうやろな、うん、みたいな、まあ押したらそれ押したら、うん、SKT ってなるよ、うん、押すよ、うん、ポチ、うん、SKT、うん、これもうただあったことただなんていうの、シャマラン見て勉強しろお前シャマランのあの構成を裏切り必要じゃん、そう必要よ、お別れの時間です、はいね、ちょっと SKD メールがね、SKT とあれ、まあ、本来スラングなんて、なんか正しい表現なんだ、あれ SKET、ESKEETITSKD ですね。SKD ってあと、SKD じゃねえしなと。もっと言い方違うしね。そう。SKD ぐらいですかね。SKD ぐらいですかね。SKD ってのは、その、ほら、ミキティみたいなもんだよ。SKD っていう、その、例えで言ったらさ、みんな本家。何言うSKD が本家だと感じる。そんなわけないからね。そうなんですよ。
あかん、もう気づいたら SKD の話してる、ね、なんか、ね、まだね、まだ SKD メール来てるみたいなんですけど、読めますか。読む一応、まあ、行きましょう今日だけ、今日だけ、まだ、今日だけ、あとそろそろ面白い、ね、いやいや、来るかもしれない、来るかもしれない、行こう。ラジオネーム、ギフトカード。あ、え、ふぅ、あ、つけーりつまらない、こんな面白くない、面白くない、つまらない、やばい、さ、いや、じゃあこれじゃさ、これじゃ渡されへんからさ、上柳さんにちょっと、ちょっと、もう一つ来たんすよ、行こう、うん、ラジオネーム、アスカリーよーし、ラジオにメール送るぞ、なんて名前しようかな、うーん、もうすぐで思いつきそうだな、うーん、あ、5、4、3、2、1、ナスカレいやもう知ってもラジオネーム SKD やったからさ、もう言って先にやっちゃって、先にやっちゃったから、そう、先に答え出しちゃって。